RD-701 は、ロシアの NPON5 マシュによって開発された3、液水神系の液体燃料、ロケットエンジンである。最使用型の MAX スペースプレーンの計画が、中止される前に動力として提案された。RD-701 はタービン駆動後の、酸素リッチのガスに、主燃焼室で燃料を混ぜて燃焼させる3液式の2段、燃焼サイクルのエンジンである。 密度の低い燃料の使用により、脂水力を最大にすることができるので燃料タンクの容量を最小化して、重量も30%も削減できる。2009年時点においてこのエンジンの燃焼室の圧力はモード一致で作動する場合、これまで生産されたロケットエンジンで世界最高の300バーに達する。RD-701 は、 燃焼室が1機の機種である RD-704 の原型になった。2機の燃焼室を備える RD-701 は2つのモードがある。1つ目のモードは3種類の推進剤を使用する。RP-1、液体水素と液体酸素である。このモードは仮想大気に適応させることにより燃料タンクの容量を最小化できる。 高度 10km で総水力は2 8 9 0 2 k n で、飛水力は秒速 3845m である。二つ目のモードは液体水素と液体酸素の 2, 2種類の推進材する。このモードは宇宙の状況に近い状態で、水力は2 7 8 4 5 k n で、飛水力は秒速 4532m である。 主燃焼室のミキシングブロックは3群の噴射器を持つ。それぞれ3種類の推進剤の一つに対応する。モード2の作動時、エンジンは、ケロシンのグループを使用しない。エンジンは、液体水素による再生冷却を使用する。RD-704 は、RD-701 の小型版で基本となる。エンジンと同じ部材と作動スキームだが4燃焼室、ターボポンプ、 燃焼室とノズルが一つである。ありがとうございます。